今日はレゴ互換品マーク1戦車を作ります。戦車の終着点マウスを作る日も近いと思っていたが、まさかの世界初、実戦使用された戦車か。動画も終盤なのに始発駅に戻ってきました。今回は最も謎多い中国レゴ互換メーカー、創意尺機子や、中国語読みはチャンイーシムチャウ、かしら、のものを購入。今まででも十分謎の多いメーカーばかりだった気がするぜ。この記号や、まずホームページがない、IT 大好き国家なのにか。そして説明書がホッチキスで止めてある上に、インクジェットプリント。初出展の同人サークルかな。ちなみにその説明書詳細は割愛するけど、今までで一番見にくいとのことでした。だ、大丈夫なのか。変形パーツは1点、そして欠品パーツも1点、履帯は前進の時のみギリギリ回る感じね。まあ、足りないパーツは例によって目立たない内部のものを抜き取って、作りました。もはや毎度すぎてネタにならなくなってきたぜ。中国メーカーさん、今のセリフは決してこれ以上の取れ高を望む、不良品を望む声ではありません。コメントに困るぐらいの普通の正常なまともな商品をお待ちしてるぜ。あまり慣れてないのか空中に浮かんだブロックパーツを、土台にした組み方が散見されたりもしたわ。すまねえな、一般的に本人は超能力が使えないんだぜ。構造としては内部にフィグを乗せたりできるようになってるけど、特にフィグはついていません。IT 大好き国家だからなきっと無人運転なんだろう。ただし、ここまで悪い点を挙げても、今までのレゴ互換品と比較して品質もコストパフォーマンスも、優れていると断言できます。マジかよ。あと独自パーツでかっこよくなっているコビと比べて、ほぼオリジナルパーツと同じもので作れる構成も評価値を上げてます。そういうことだと、逆に安っぽい説明書とかもったいない気がするぜ。レゴ好きの孫とおじいちゃんの二人で切り盛りしている会社なのかもしれないわ。社名にこうやって文字が入っているぐらいだからな。一般作から正規品に格上げされる、正規品のレゴクリエイターに近い感じはするわね。説明書も一般的だしな。さすがにインクジェットとは驚いたわ。町内のお祭りの告知を思い出したぜ。イラスト屋の絵とか使われてたら満点だったわね。別にお笑いを目指した商品じゃないからな。さて戦車なんだけど実戦第1号だけあって、次々に欠点が露呈すぐにマーク2、3と開発が進んでいきます。ガルパンに出てくるのはこの4代目、マーク4ね。アニメではチンチクリンに見えたが、結構改良された戦車だったんだな。サメさんチーム頑張れ。完成。今回はスティーブとアレックスが駆けつけてくれました。ありがとうなんだぜ。そして内部のフィグの入る、操縦スペースもあることも紹介してくれるようです。知ってた。イギリス戦車マーク1、組み立て時間は2時間弱、ほぼグレーのパーツでできており、割り切ったスタイルのためかレゴ互換戦車としては似合ってる気がします。大人のフォローがあれば小学校低学年でもいけるでしょう。頑丈さも大きくは問題ありません。商品説明欄は CG なので、この動画の実物映像を見て気に入った方は、購入してもいいと思います。以上、マーク1戦車でした。ご視聴ありがとうございました。